荒木村重は、織田家の重臣にまで出世した人物です。信長に反旗を翻したことでも有名ですよね。では、なぜ織田家の重臣にまで出世した村重は、謀反を起こしたのでしょうか。今回は、荒木村重の謀反の真相について、語り合うスレをご紹介します。一体、村重謀反の真の理由は何だったのだろうか。荒木村重の配下の一部が、石山本願寺攻めの時に信長の命令に逆らって、食料物資を高値に釣られて売ってしまったことが発覚し、村重が面会のために信長のところへ行くところを家臣たちが押しとどめて、執念深い信長様は絶対にあなた様を許さない、と説得されて、信長に面会する機会を逸した時点から、自暴自棄になったとされてるよね。面会を押しとどめたのは、中川か高山あたり？高値に釣られて売ったとしても、その情報は信長の耳に入っててもおかしくないよね。信長は村重謀反に、言いたいことがあるなら何でも言いなさい。と使者まで立てて説得しているのに、つまり信長にもさっぱりわからない謀反だった、親友の黒田までぶち込むほど覚悟はできてたんだから、よほどのことかも。キム・ジョンイルとかヒトラーとかが、怒ってないから正直においでなさいな。って言ってきても、信じる人間は少ないだろ。殺される覚悟で眠くか、反乱を起こすしかないと思う。村重謀反の真の理由は、松永と一緒で、本願寺が立つと思ったから、じゃないかな。単純に。天正2年、摂津伊丹城を攻略、村重は伊丹城改め有岡城主になる。天正3年、越前越後一騎征伐に先鋒として出陣。天正4年、大阪、尼崎、高槻等に砦を築いて、石山本願寺を圧迫。天正5年、紀伊西賀等攻略に参加。天正6年、秀吉の中国平定作戦に参加。ここまでは目覚ましい働きを見せ、信長も彼を十分に信頼していたようだ。三つの説と資料。1、石山本願寺への漂流横流し。陰徳太平記、村重は中国戦線に降り、石山包囲を受け持っていたのは危機の中から瀬漂衛である。瀬漂衛、もしくは瀬漂衛の部下が、石山城内に漂流を横流ししたことが発覚し、謀反に至ったというもの。2、故障からの侮辱。東内記、大尉は、長谷川という者に2階から正面をかけられ、村重はこのことを遺恨に思っていたということ。この長谷川とは、長谷川秀和ではないかと思う。3、家臣団の突き上げ。フロイス日本史。概要は、信長から与えられた時が、いつか取り上げられると心配し、また戦に駆り出されず平穏な生活を望んでいた家臣団が、村重を信長から引き離させ、石山本願寺及び毛利家と同盟を結び、謀反に至ったというもの。相次ぐ重臣の処罰で、精神的に追い詰められてたんだろうね。そのため、些細なことで謀反を起こしてしまった、同憤と名乗ったあたり、よほど後悔していたのだろう。荒木が背いた時期には、林秀貞も佐久間信盛も健在。処罰された重臣って誰？そもそも、意味不明な村重謀反があったからこそ、信長的に裏切りそうな可能性もある。佐久間たちの粛清が起こったと見るべきじゃない？信忠に権力譲渡する時のために、重臣の世代交代を考えた場合に、外す筆頭になった。本願寺攻めの創始でいたんでありながら、村重の謀反すら処理できなかったことが決定だ。秀吉ですがいずれその候補になるが、秀吉は、信長の四男を養子に迎えることで、先手を打っている。この辺りの抜け目のなさはさすが。謀反の疑いそのものが信長の捏造で、中川清秀が、信長の意を受けて村重を謀反に踏み切らせた。という説もあるね。なぜなら、清秀はすぐに信長に降伏。もう村重は戻るに戻れない。清秀が村重に謀反をけしかけ、すぐさま信長に村重討伐の宣言を願い出た。村重を倒せば、恩賞として摂津一国をもらえるという川岸用。清秀の腹黒さは秀吉も信用していなかった。それじゃあ、村重があまりにもアホじゃないか。村重謀反の方に驚いた信長は、早速明智光秀松井勇関東を有岡城へやり、謀反の理由を問いただした。ところが彼は、特別恨みはないが、戻るつもりもないという。再び秀吉が出かけていき、重ねて説得したが結果は同じだった。なんか、この時期は中三好系の武将が謀反を起こしているな。別所、三好家臣。荒木、三好家臣池田氏の家臣。松永、三好家臣。まさか安永か正康あたりが裏で。村重に従って謀反した高山右近や中川清秀は、信長に許されているわけですし、
武蔵でも頭を丸めて降伏すればよかったのでは。松永久秀も一回目は許されてるわけだし。そもそも兵糧を高値に釣られて撃ったくらいでは、信長は処罰しないと思う。北陸前線を戦線離脱した秀吉も許されてる。謀反の理由もわからんが、単身で城から逃げたのはもっとわけわからん。武蔵家がおとなしく首を差し出していたら、あんな虐殺が行われなかったかもしれんし、あんな卑怯な振る舞いが、信長の怒りを増大させたと思う。同墳に改名したのは義跡の年かららしいね。ただ同墳じゃあんまりだと思った秀吉が、道くんに改めさせたけど。信長は許そうとしてたのに、村重が余計なことするから。漫画の漫画で、一文重心が一向衆にかぶれて、日記もさっきも行かなくなって、嫌気がさして全部捨てて逃げたというのがあった。ちょっと面白いと思ったよ。毛利の光月城攻めの際、吉川元長が最前寺鉄に当てた書状にこんな教科が、荒木海、播磨の方へ、押し寄せて、竜もいられず、引きも引かれず。謀反前の荒木も微妙な立場をわかってる感じ？離反前か。やはり毛利との関係は、早くからあったんだろうね。摂津40万石足らずの大名だろ。やっぱり、信長に反逆したのはまずかったよな。家族残して逃げちゃったんだし。これじゃあ、人気が出ないよな。摂津全域持ってたわけじゃない。そうか、本願寺の領地は関係なかったもんね。本願寺の領地も合わせ持つと、摂津一国だったら、60万くらいか？そんな多くない？北陸を任された頃の柴田勝家や、南紀の佐久間が50万石前後のわずかび、羽柴明智は10万石前後、北陸五人衆は3万石前後、摂津藩国でも、お腹痛にあって闘技はものすごい大物だった。おそらく荒木は、柴田が越前に封じられる前ではお腹死んで一番だったのよね。これに匹敵するか超えるのは、東にも東阿弥も一部を預けられた信忠か、南伊勢の北畠くらいだろう。時期や地理的にも、本願寺や毛利に睨みを利かせれる重要な場所に拠点を構えてるだけに、信長も下手に扱えないし、才覚も評価しての厚遇だわな。織田政権崩壊後は、いろんな大名から引く手あまたの人気者になってる。荒木の謀反はそれはそれで、闘技の基準から言えば、評価に値する行動だったような。しかし、畳の上で死ねたのは行幸と言えるかな。一族老頭が殺されたのにもかかわらず、自分は好きに生きる。表現物で書かれた彼に、好感を持てる人は皆無でしょう。荒木家は江戸にないのうなってたの？息子が画家になった。岩様たべえ。岩様たべえは、江戸時代初期の絵師、摂津の国唐部郡に民の阿弥岡城主、荒木村重の子として生まれる。誕生の翌年1579年、村重は織田信長の家臣であったが、信長に反逆を企て、失敗する。落城に際して荒木一族は、そのほとんどが惨殺されるが、数え年に際の又兵衛は宇田に救い出され、石山本願寺に保護される。江の市長は、村重の家臣の父にも束の内戦という説があるが、よくわかっていない。体や総括と並ぶ江戸初期を代表する大和英氏だが、木系や羽化いた瀬の水墨画や、加納派、海宝派、土佐派など、流派の絵を吸収し、独自の様式を作り上げた。旗本とかも無理だったんだね。荒木重方も関ヶ原後に自害してるし、武家としての荒木氏は強えたということか。いや、旗本とかなんとかいう以前に、江戸初期の日本を代表する内画家なんだが。なんかに取り憑かれたような、おどろおどろしい作風なんだよね。虐殺の時はほんの赤ん坊だったんだろうけど、やっぱ何か原体験が残ってたんだろうか。なんか摂津出身の武将って、波乱な人生だな。村重も右近も清秀も。村重。一族を皆殺しにされたが、茶人として生きる、清秀、最後まで命知無者として生き、鬼現場相手に玉砕、右近、フィリピンで死亡、渋い連中が、俗物としては大物、武人としては畜生、人間としては終了、秀吉のおとぎ衆として、死ぬまで茶の湯凶楽に溺れてたわけだから、本人としては満足だったのよね。よく、同族衆近親者に殺されなかったよ。でもこの人、信長家臣団の中ではそこそこな地位に列せられてたよね。これが地味に謎なんだが。もともと摂津の守護だったから、京周辺を支配するために利用したんだろうね。でも霊の裏切りまでは、地元でも評判の殿様だったとの文献もあるね。いかがでしたか？当時の状況を想像すると、相当なプレッシャーがあったと思います。少しでも荒木村重について、理解を深めていただけたら幸いです。
ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。